本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーさあ、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。最近多くの方が手軽に SNS で写真や動画を上げる機会が多くなってきました。カメラマンを使わず広角レンズで広い背景で周囲の状況を捉え、写真動画を共有。今回紹介した商品は、長さはたったの27センチ、重さわずか 180g で持ち運びが楽々、これ1本持ってるだけで小型カメラを使った自撮り撮影が安心して撮れる自撮り棒を紹介します。開封の儀、こちらでございます。正面、裏、サイド、開けていきます。今回、取説はございません。パーツはシンプルに2つ。まずは1つ目、取り付けパーツ。そしてこちら、はじめからストラップが付いています。重さ 147g、 長さ、自撮り棒最大の特徴、伸ばす方法なんですけども、とても簡単です。先端持ちます、引っ張ります。はいはい、ここを持って引っ張るだけです。はい、これが最大だ。これくらいのサイズです。しまう時もとても簡単、軽い力で、はい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 。こちらスピード60というですね、アクションカメラですね。このパーツ、付属しているパーツと組み合わせることができますので、こちらをこうつけて、こちらですね、こんな感じで自撮り棒として使うことができます。対応できる機種について、この自撮り棒上部には標準4分の1インチネジが付いています。おすすめはアクションカメラ、なお GoPro アダプターも内蔵されており、 GoPro シリーズと相性がいいです。また初めからこちらストラップが付いていまして、ここキュッと締めれます。こうすることで使っている時に落下することがございません。とても安心できます。こちらにつける小型カメラの重量は最大重量 300g、 また自撮り棒側の底、こちらにも同じく4分の1ネジ穴がついています。そのため三脚、マウントなど様々なアクセサリーと併用が可能です。なおインスタ360を使った場合は、スイッチングソフトウェアにより360度の写真や動画からこちらの自撮り棒を消すこともできます。商品の仕様について、この自撮り棒の外観のデザインは高品質アルミニウム合金ポールとシリコーンが使われています。この部分スルスルです。そしてここグリップ感、軽量でありながら耐久性もしっかりとしております。そしてハンドルには、こちらここから素材が変わります。こちらスウェード目加工がついています。自撮り棒の長さは最小サイズ27センチから最大135センチまで無段階に自由伸縮させることができます。重さはわずか 140g、 スマホと同等の重さです。なお比較的コンパクトサイズなため、折りたたんでカバーやリュックに簡単に収納させることができます。こちらのクリップ型カメラ、はい、こちらこちらの自撮り棒、いかがだったでしょうか。今回紹介した商品は、最小サイズ27センチ、重さはわずか 300g で持ち運びがとても楽々です。こちら1本持っているだけで、小型カメラに使う自撮り棒としてはとても安心して撮影できる商品となっております。こちらの商品気になった方はぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。シンプルで使いやすい軽量、ぜひあなたの自撮りライフへ。本番いきます。よーい、 SNS 等で広い、はい、広い背景で。
収まりきるか、ギリギリ収まるか、